人气女星桥本环奈出席代言活动，回顾日本二零二一年嘅大事。讲到桥本环奈私下嘅大事，佢早前被杂志爆料话佢喺旧年，即系二十一岁嘅时候买下三亿日元，大约港币二千万嘅豪宅。不过环奈呢日就冇回顾私事，只谈社会大事。佢话今年最印象深刻嘅就系疫苗带来改变。そ、嗯 のが、こう中止になったりだとか、うん。 あの客席を一つ開けたりとかっていうまあいろんな対策をしていかなきゃいけない中で私まあ来年初めて舞台にやらせていただくんですけどそ楽しみですだからこうそれはもともとこの時期って決まってたんですよ延期とか中止ではなくだからもうコロナ禍になった時にあもしかしたらできないかもしれないっていう状況にあの今まで直面したことがなかったのでまあすごく不安だなとも思ったんですけど

すごいたくさんの種類の自動販売機並んでたんですよ。やっぱりすごくやっぱり話題になってるんだろうなと思って。私袋麺買いました。<laughs> 自動販売機でなんかすごい。ご当地の袋麺がたくさんあって、今までだとやっぱり行かなきゃ。 買えなかったりとか、はい、旅行の時にお土産でっていうイメージだったんですけど、うん。あ、全部あると思いながら、うん。それがすごく楽しくて。華奈来年。。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 。